カラーがですね少し錆びていたので、最終ペーパーで錆を使ってパーツをちょっと取り出します。サスペンションオイルはやや白濁していたので、ちょっと水分がやっぱり入っていたのかなと思ったんですね。とりあえず全部バランスを見ました。サスペンションのオイルシールを圧入するツールを持っていないので、塩ビのパイプを買ってきて、それをちょっとパイプにして、シールを入れて、ものをね、買うとですね、4000円ぐらいするんですけども、これで作るとですね、300円か400円ぐらいになっちゃいます。走行距離が7000キロほどだったんですけども、バネはほとんど下手ってなくてですね、やはり走行距離7000っていうのは信憑性のあるものなのかなって思います。順番をですね間違えないようにメンテナンスマニュアルを見ながらパーツを組み上げていきます。フロントサスペンションをメンテナンスするためにオイルシールですね、こちらを挿入するときにプレスを持っていないので、以前ですね、ヤマハの XS650 のフロントサスをメンテするときに、作ったですね、この簡易、プレス機、こちらを使っていきたいと思います。 2x4 のあり合わせの材料を使ってですね、まあ、こんなような構造のプレス機を作りまして、そこにですね、普通の車用のパントグラフジャッキ、これをかませて、います。これでここにサスペンションを入れて、このパントグラフジャッキで圧縮すると、そして、オイルシールを挿入するというような手はずでいきたいと思います。オイルシールを、このですね塩ビパイプ、40っていう規格らしいんですけど、 PV の40ですね、 PV の40の塩ビパイプと PV の40の継ぎ手、こちらを使って、シールを打ち込んでいきたいと思います。ちょっとですね、口径が、この継ぎ手 0.3 ミリほど大きかったので、それはサンドペーパーで、小さくしてあります。あと中ですね、継ぎ手のこの中なんですけども、ちょっと、出っ張りがありまして、それも、カッターナイフで広げて、インナーチューブが通るように、細工してあります。それではやってみたいと思います。次ですね、このスタークリップ、これを入れていきます。次にですね、ダストシールですね、これに少しだけシリコングリスをで、ここに通します。はい、こんな感じで
ダンパーを入れます。上下があります。密になっている方を下向きに入れます。スプリングシート、これを入れます。次にスプリングカラー、これを入れます。スプリングシートストッパーっていうんですね、これを入れます。そして最後にこのロックボルトですね、これを入れるんですが、その前にですねこれを締めますね。はい、いいでしょうか。最後にソケットボルトですね、銅のワッシャーをかましてソケットボルトを締めます。このメスシリンダーですね、250まで測れるんですけども、200、200の、46でいきたいと思います。使いますオイルは、こちらですね、スズキの、エクスタフロントフォークオイル G50、まあ、ホンダはちょっと高くてですね、まあこれでも同じだろうということで、これでいきたいと思います。これ200測りますね。こちらに入れていきます。オイルレベルが116ミリになることを確認するんですがですね、オイルレベルを測る機材を持っていないので、それではですね、サスペンション仮付けですけども、付けておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。